こんにちは、いいです。サブキャラです。ドリブレーズ来ました。エントリーします。線から出ないでねって言われちゃったよ。あれ、でランキングってどうに見れる。あ、ランキングね。これはこれも1回2回走ったんです。5分3秒です、まだ。で、チームランキング、まだあんちゃんしかやってないけど、一応メインが4分54で、3番キャラが4分56で、このサブキャラが5分なんですけど、これ、ちょっと2回ともミスですね、このキャラ。はじめにね、3番キャラで7回やって、やっと5分切れたんですよ。まあ、で、7回だから、ドルゴール、オルゴールにかけてのドルゴールの、何だったかな、走るってやつが手に入りました。3番キャラはね。でメインは1回でクリアしたから、それは取れてないけど、メインのは欲しいかな。でこのキャラサブなんで、まあオルゴールはいいかな。でね、ちょっと、3番キャラが何だったかな、サイドカー、あ違う、普通のサイドカー、あサイドカーじゃなくてバイクでやったんですよね。うん、でこのキャラも同じぐらいは持ってるんですけど、ドルボね。で、メインは、キラパンでやりました。少しね、アンダー傾向っていうんですかね。安定してる方です。ただ、曲がりにくい。ただ、なんていうのかな、ラインとかをちゃんとトレースできれば、あくまでも、なんていうのかな、早いんですよ、コーナーって。ギュッていって、グイって曲がって、ギュッてスタート、ダッシュするっていうのは案外遅いんですよね。レースの世界だと。まあ、なんて言うんだろう。レースゲームでちょっとな、学んだ感じですけど、実際にはそんなことはできないんで。はい、でね、だから、一番クイックって感じたのが馬だったかな。あ、電車だ。馬はね、かなりクイックです。あと、バイクの、一個のやつ。かなりクイックですね、曲がる。で、キラーパンはね、案外、安定、アンダー傾向な気がする。でね、まあ、この前の人がちょっとやってるけど、これオート入れてるんですよ。だから、L2 でしたっけ ?L2 入れて、こう、オートで走ろうとするでしょ。で、そうすると、左下に、ゴーっていうのが出てるんで、これが、ターボモードみたいなのがなってるじゃない。だからこの状態で、10秒前まで、方向がね、結構これ動いちゃうんで、左右で調整しながら、もう一回前を押しちゃうと、もちろんダッシュしちゃうんで、まず、あと30秒か。この状態で、まあ、待つ。で、残り10秒になると、一回止まるんで、その状態でもう一回ダッシュを入れる。前に入れるって感じですね。ダッシュ入れちゃう。まずは、10秒前までに、そう、ここまでにこの、ポートモード。で、向きを変えながら待ちます。で、10秒前になると一回止まるんで。はい、止まるんですよ。そしたら前をもう一度入れます。そうすると、スタートでダッシュします。はい、ダッシュ。ね、少し早いでしょ。ただね、この1個目のね、この上がるとこがね、結構やらしいんですよね。あぶな、折れちゃうと思ったよ。で、これまたオートが切れるじゃないこれ。これどうかと思うんですよね。この操作性。オート切れるなよ。って思うんですけど。はい、ダッシュ2回目。あ、この、羽の人早いな。なんだ羽が早いわけじゃないんだろうけどね。もちろん。ドルは、スピードは一緒なんだと思うけど、コーナリング性能には差がありますよ。絶対にこれは。スライムから3キャラ持ってますけど、嫌です。スライムキャラだと辛い。だもしね、誰か、フレンドさん乗せてね、同乗者も取れるじゃないですか、ポイントでね。だそういう時は、サイドカーでやります。うわ、ちょっと音遅れたよ、ほら。もう、ちょっと今1回分損しちゃったよね。もう何してんの。オートとね、オートじゃない時の差が分かりにくい。
これでも一番になってくれたら結局戻っちゃうよね、またね。よし。で、これはこっち側なんで。かなり最短用。で、ここに行くわ。なんだこれ、これ。よくわかんない。これあるから、で、取るでしょ。で、ここ一回音切っちゃった方がいいかも。で、ここでダッシュ。なるべくね、直線使いたいけど、どうなんだろう。ちょっと早いね、この人。で、これも右上がりだったかな。そうだね。一人ね、前にいると楽なんだけど、またオートを一回切ったんで、ブレーキみたいな感じだからね。これで、ターボは。あ、この人、間に合ったもん。よし。もう早いな。で、もう一回ターボは切って。11分、12秒。あ、2秒、2秒遅い。メインよりが2秒遅いですね。まあでもミスしなければ勝てるかな。勝てる勝ち負けじゃないな。なんだろうな。5分切れるかな。ちょっとだいぶロスしたね。今、フラフラして。すぐね、ブレーキとかね、左右入れると、ボートが切れちゃうから、そこばかりじゃないね。この人今、左行ったから。こっち側にいた方がいいよね。こっち側行った方がいい。逆行くとね、サイがね、逆走ってガーンとかって、受けちゃって、戦闘。戦闘なんかしたくないよって感じだよね。で、ここは、そうでもないか。次のとこだよね、確か。あ、これもいい感じだね。ちょっとダッシュして早く。よし。で、ここはね、結構左、あ、この人何やってるの。少し左目にいかないと。あ、あ、なんだろう。あ、ちょっとなんだろう。なんでやめたんだろう。今の人。わからない。別に遅くないよね、多分。今ちょっと説明書の、あの人の突然の行動で言えなかった。少しね、あそこは左目にいかないと、ツダがね、引っかかっちゃうんですよね。まあ、3箇所だけ。そう、だから今回ここの場所はあそこぐらいかな、気をつけるの。え、3秒ってどうなの。あ、でも一番ではあるけど、なんか他の人が速くないだけの時もあるから分かんないんだよね。やたらね、メインで一番を取った時も、ここで5番だったんですよ。なんだ、全然ダメかと思ったら、最後でね、みんなミスって、前がいなくなって一番になりましたけど、だからもっと速い人はいるんだろうね、やっぱね。フリちゃんとか上手なんだよね。いつも一番にいるよ、フレンドなんで。フレンドランキングはね。バーラシラに一緒に行った人フリちゃん、プクリ君。上手なの。何でも上手なんだよね。不器用な人何やっても不器用なんだね。いや、私もそうだと思ってたんだけど。まあ、上には上がいるなっていう感じですね。はい。ここは危ないよ。ここちょっとかなりアンダー出てないわかる。よし、どうかな、どうかな、どうかな。これ、ここだよね、問題はね。ここは、ちょっとね、なるべく。うわー、待って、なんでフラフラすんの。危ないなー。よし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 、どうにか。なんかちょっと今、かなり危なかったよね。で、ここは、ダッシュ。よし。いけたね。いけた、いけた、ほら。あ、いいぞ。あれ、ちょっとどう、52秒ってメインと一緒？ 53 秒だから、メインよりもちょっと遅いかな。なんでも一番だったよ。おめでとう。10人って、え、10人しかいないのか。まあ、はい、帰ります。多分ね、ドルコール、走るだかそうだかわかんないですけど、そういうのって多分ね、また次の商品にも乗るから、今回はいいかな。メインだけまた取ろうかな。あ、取った。はい。何番だろう。あ、メインよりが早かった。1番だ。2件目チームランキング。ちょっと、他の人やってないのから、こんな私が3人になっちゃった。はい。あ、じゃあ一応、まあ、10回ぐらいやった中では、このサブが一番だったんだね。あ、
そうそう、でね、ちょっとね、私気づいたんですよね。あれどれあれどこあれないこれか。なんかね、安かったよ、あれ。仕草。これこれ。あ、25万か。ねえ。どうしよう。これ、さ、今2番だから、2番じゃないよ、なんていうの。2等だから、だいぶ下がってきてるけど、買っとこう、これ。でね。もう1個買っとこうかな。あ、もう変わんないな。もう1個。どうしようかな。何でしたっけ？あそこに行っちゃうと、ああいう、買っとこう。夢見のかけら交換所に行っちゃうとね、これって、値上がっちゃうんですよ。35万ぐらい、確かなる。まあ、10万ぐらいですけどね。これね、サムちゃんにも欲しかったんだよね。ご機嫌ご機嫌、ちょっとどこね、どこにする？コミュニケーション、よく使うセリフでしょ？最近、職人がやってなかったからね、サムちゃん。オッケーかな。え、しぐさ。ご機嫌、どこ？ここも、あ、これ妄想か。妄想。これにしよう。驚き、戸惑うか。あと、これも、あれ？どこ？どこ？どこ？あった。ちょっと小さくない？僕ちゃんは小さいんだよ。はい。あれ？どこ？じゃあ、ご機嫌は、あれ、ちょっと待って。はい。オッケーになっちゃった。あ、見て見て！ほら！ぷくちゃんのご機嫌。ちっちゃいよ。あー、ちょっとバズズ邪魔なんですけど。ちょっとどいて。かわいいね。ぷくちゃんかわいいね。あー、ちょっと交換すごいから、何かもらったよね。方。口元が素敵だったね。かわいかった。これいいね。ドルボードエルフとかってなんか書いてあったから、それもらったんでしょうね、きっとね。ああ、息すぎちゃった。僕ちっちゃいからな。サポで預けてる、ステージのまんまだ。あ、エルフプリズムじゃないか。はい。ふふふ。で、どんな形なの？ FGP プリズム。はい。どこ？カスタムや。フォルムチェンジ。どれ？エルフ。え、これか。ああ、誰か乗ってた人がいた。いたなぁ。まあいいや、スライム買い物しておこう。だからね、今ご機嫌買うなら今お安いですよ。ちょん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 。かわいいね、ぷくちゃんご機嫌。ちょんちょんちょん。はい、ドルボードGP でした。ちょっとね、動画的に、一個編集しちゃったんで、一個っていうか、3回目でしたね、このキャラは。一番3番キャラが、7回。で、メインは1回だったけど、このキャラは2回ミスっちゃったんで、3回目です。残念です。まあまあ、でも、無事取れたから。あとはメインのね、ドルゴール。は撮っておこうかな。ちょっとね、動画撮るときにね、そういうのがちゃんとあった方がいいから、それはまた、あと6回、6回走って、7ポイント、集めて、交換しておきます。じゃあ、ドルボードグランプリでした。